集まるおうち。今日もみんなのポケモン愛が大爆発。ポケモンのうち集まる。はい、サトシの分のエネココア。ありがとうございます。すいません、なんかわざわざ気使っちゃってもらって。ポケコア特製のエネココアだよ。やった、ありがとうございます。すいません。ゆっくりしてってくださいね。いただきます。はい、まったりと。あったまる。落ち着きますね。やっぱこの空間ってね、ここはもう最高じゃないですか。そうだそうだそうだ。向井さん、なんか報告があってポケンチ来たんですよね。実は、最近ちょっとあの引っ越しをしましてね。お、あ、そうなんですか。ちょっと中英さんに誘われて。うん、ってことは、うそう、ポケ団地です。ああ、ポケ団地とは、ポケンチのすぐ近くにあるポケモンが大好きな人たちが住む団地。サトシは中英さんと一緒に住人のまとめ役をすることになったんだって。けだもの扱いは慣れてますからね。まあ猛獣はいっぱい操作してきましたから。猛獣、ね、今日はちょっとね、そんなあのポケ団地の住人何人かをちょっと呼んでますんで。おー、いいね。はい、来させていただきました。さすがサトシ。ちょっと、あ、ちょっともう来たみたいなんで、ちょっと迎えに行っていいですか。誰かな。どうぞどうぞどうぞ。ほらほら入って入って入って。ぬけんちは、言えたぜ。言えたぜ。よかったよかった。やっぱもうすでに動きが独特だよね。遊びに来たのは2回目、今川宇宙ちゃん。机がサトシなんですよ。ええ誰にも負けないぐらいサトシが大好きな女優さんなんだ。すごく荷物すごいね。何でもお土産をちょっと、あ、わかった。お土産を持ってきて。ありがとうね、ごめんね。みんなで食べようかと、コロッケを60個持ってきて。怖くない？あの、アドバンスジェネレーションで、サトシが、あの、コロッケ10個は軽いって言ってたんで、1人10個の算段で、あの、60個持ってきました。初めてそんなこと言ってた。しかも、アドバンスジェネレーションからのいいよってすごい。だいぶ差が伸びた。いただきまーす。あったか。うん。美味しい美味しいドラ、はい、10個いけますね。これでもね、はいはい、宇宙ちゃんやっぱサトシのこと大好きっていうの皆さんも知ってると思いますけど、うん、そうですね、理想のデートをね、はい、ノートに書いてるんですよね。ちょっと見てもいい？あ、ちょっとだけだ、うん、ちょっとだけ、ほら、あ、表紙までこれ、すっごい可愛い。このサトシっていうフォントがポケットモンスターの文字のやつだ。さすがでございます。ギザギザでございます。すごいね。あ、確かにそうだ、はい、あ、でもこれなんか1ページでも見せたら私もう一生ポケンチに来れない気が。じゃあ見たいよね。そこまで来たら、宇宙ちゃんが描いたサトシとの理想のデートって一体どんなの。うまっ。サトシの方が背が低いね、やっぱり。下声だもんね。10歳下なんで。10歳。これはハノハノビーツにして、はい、一緒にマラサダを食べているという。あら、あの酸っぱさだと甘さだでもらったりとか。いや、あ、はい、あ、でも関節傷は絶対しないです。あのそこはね、そういう関係にはないです。そういうんじゃないディテールがすごいよ。これは一緒に全力のポーズをあの練習させていただくっていう、あ、これでもね、はい、そうですね、その手の角度こうだよみたいな。あ、言われたいです、言われたいです。今の質問、そういう質問いいですよ。すごい嬉しがるから。うちちゃんダメだなとか言われるんですよ。いや実際言われたわけじゃないのに。いや、もう言われてますか、頭の中ではね。そう言われてます。サトシのことが大好きな宇宙ちゃん、中でも一番言ってほしい言葉が。俺はあの親友として的な意味で大好きだぜって言われたいです。あ、親友がいい。そうです、もう決して恋人じゃなくて。なぜ、確かに片思いじゃないですか、ずっと。でも宇宙ちゃんからしたらラブだよね、はい、ラブですね、もうなんかさまざまなラブです。え、でもどうするんですか、サトシ君からちょっと告白なんかされちゃったりしたら。俺初めて友達っていう概念を超えて好きなんだみたいな。いや、あるよね、それはやっぱり。いやいやいや、照れまくりの宇宙ちゃん。すると暴れる君が、宇宙ちゃんがサトシに言われたいセリフ、うん、ここで再現してみませんか。あ、はあ、サトシがね、ちょうどサトシがいるわけですから。確かにあの僕下の名前がサトシなんですよ、うん、で一応ポケンチのサトシとしてこうやってきたっていう自負が、うん、ちょっと2枚目になってるあるんで、喋り方ちょっとやるだけね、
ちょっと一回やってみてもいいかもしれない。回転で仮でサトシとして。宇宙ちゃんの顔が一気に曇ったんだけど。キャラさん乗ってないのは100%。そんなのは感じる。でもやっぱやらなきゃいけないってことあるから。全力でやりましょう、ね、それはね。宇宙ちゃんが納得のいくデート再現できるかな？何この座り方。ちょっと相談があるんだけど、私ミニ竜がゲットしたくて、でもミニ竜ってすぐ逃げちゃうからゲットできなくて、すごい最近落ち込んでるんだよね。あ、ミニ竜ゲットできないんだ、そっか、なるほどね。まあ俺もさ結構ピカスとかピカズクラブとかさ、なかなかゲットできなくて、結構苦労するみたいな感じの時あったんだけど。あれは何だかの人。でも結構さ冒険ってそういうなんていうの難しいことって結構つきもんだからさ、全然大丈夫だと思うんだ。俺さ宇宙のこと親友として大好きだから。なんでよ。いいですか。どうした。ふざけないでください。怒っていい。こんな決められると思う。怒っていいよ。初めてだよ。なんであんなささやき声というかっこつけてるさ。いや俺のプライベートをお届けしただけですけど。やだ。マジか。そんな感じだったんだ。そうだ。まだ他にも呼んでるから。どんなポケ立ちかな。ほらほらほら、どうぞどうぞどうぞ。来た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 。僕たちアローラダグトリオ島から4000号室から来た4000頭身って言います。お願いします。お願いします。真ん中の彼ってアバレル君の色違い。色違いじゃないです。違いますよ。超若手のお笑いトリオ4000頭身。今日は大好きなポケモンをふんだんに盛り込んだネタを作ってきたみたい。どうもどうも、四千頭身です。お願いします。それ一人だけ入ってる。突然なんだけどさ、ポケモンしりとりってあるじゃない。あ、ようやった。ポケモンしりとり。そうでしょ、俺ポケモンしりとりより面白いゲーム考えてきたからさ、ちょっと一緒にやってくんない？マジで。マジ。どんなの？ポケモン頭取りっていうのよ。頭取り。まあルールは簡単で、ポケモンの名前の最初の文字をつないでくってだけ。題してポケモン頭取りだから。あ、じゃあポケモンしりとりが逆になったってだ。あ、そう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 。簡単じゃないそんなの。めちゃめちゃ面白いだろうな。めちゃめちゃ面白いから。あ、じゃあやろうか。じゃあ早速俺から、じゃあ最初はね、ドジョッチ。最初ドジョッチ、なんでそれは。好きだから。ドジョッチめちゃめちゃ好きだから。あ、でしりとりじゃなくて頭取りだから、ドジョッチの最初の文字のドから始まるポケモン。あ、そうそうそう。じゃあドガース。うん、ドね。ドーブル。どね。ドロバンコ。おかしいよ。どうどう。どね。ドクケイル。どね。どうどり。ちょっと面白くないな。これただただドから始まるポケモン言ってってるけど。いいから。いいから続けて。続けてじゃん。どうないわ俺も。いや、どのポケモンまだたくさんいるだろう。どういないから、お前俺のどうどうどうどりに進化させたんでしょ。俺のドードだったんだけど。何言ってんだ。ドード量にしてたから。見てよ。ドテッコツ。ドね。ドねってやめて。ずっとドだから。そうそう。誰が何言ってもドでしか回ってこないの。じゃあね。ドンメル。ドンメル。じゃあ最初なんて言ってたっけ。ドーブル。その次が。ドクケイル。で今ドンメル。全部ルで終わってるじゃない。これわざとやってんの。よく気づいたね。これわざと。意味ないよその引っ掛け。なんでやってんのそれ。なんで。頭取ってるから語尾にルついて意味ないからさ。ルゼメきつい。されてないな。ドゼメされてないから。お前がドジョッチで始めたせいでドゼメされてんの。ドゼメってなんだもんで。いや、まあまあこんな感じのゲームなんだけどさ、楽しくないよポケモン頭取り。お前へこんじゃってんじゃん、お前それはさすがにドひどいでだろ。ちょっとうまいこと言うな。どうもありがとうございました。好きになる。彼がドネしか言わない感じが。三人が三人いいですよ。いい。ここに来て石橋が気になってくる。これがやっぱ四千頭身。もう四千頭身のこともっと知りたくなったから、ちょっとポケモントークしましょう。いいですか。よっしゃ。しましょう。スク
きなポケモンはどっから始まるんですか？そうですね、僕は好きなポケモンはミュウツー。どうだ、どうだ、入ってないから。ミュウツー好きすぎて、キャラクターの自分の名前をミュウツーにしてるんですよ、こいつ。そうです。つける名前ミュウツーにして。ミュウツーがミュウツーを捕まえたんですよ。いらっしゃい。後藤は好きなポケモン何？ヌメルゴンです。なんで？濃いな。好きな子が好きだったんですよ。そんな後藤くん、ゲームをするときにちょっぴり変わったこだわりがあるんだって。ポケモンセンターでしかレポートは書かないですね。あら、なんで？なんで？外とかで書いたらかわいそうじゃないですか。誰が？何が？ゲームの中の僕が次開くまで。そうです、洞窟でレポート書いたら次開くまでその子は洞窟にいなきゃ。やばい、これちょっと分かるかも。分かります、分かります。分かるの？私民家の中でしかレポートあんま書きたくないです。人んちじゃんそれ。止めていただくみたいな気持ちですよね。ありますよね。そうなんですよ。いや、これ2人合うかもしれないですね、意外と。宇宙ちゃんと後藤が、サトシのことあんなに毛嫌いしてた。俺が見る目と全然違うね。で、3人はポケモンガオールもやってるっていう。どうしたんですか？後ろ、あれ、やばい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 、ポケモンにはダメ。まだそこは超えない。まだそこは締めようよ。変な人超えない。いやいや、変な人じゃないんです。いやダメ。目を見てください。やばいやつだ。やばいよ。怪しいもの持ってないです。いいですか？やばい。怪しいもの持ってませんから。ポケチ来ちゃダメですよ。なんすか、この関係なし、関係なし。すみません、実はですね、申し遅れました。私、丸腰ポケモントレーナーやっております、アキラ 10% と申します。 10%？ そうなんです。実は地軽でみたいな言い方しますね。私これ見てきたんですよ。あれ、これ貼ってたやつじゃないですか？貼ってました、貼ってました、うん、そうです、そうです。で、僕ここにぜひ入居したいと思ってきたんですよ。なんで見させてくれないんですか？入りたいんですか？入りたいです。まずはポケモン愛をアピールしてもらえませんか？なるほど。で、それで一緒に住めるかどうか確認。そうだね、確かに確かに。この後、アキラ 100% ならぬアキラ 10% が全力でポケモン愛をアピール。今日から対面します。この番組はご覧のスポンサーの提供で。ポケ団地にどうしても住みたいというアキラ 100%、 ポケモンの技を駆使してポケモン愛をアピールする。よろしくお願いします。やばいな、尻で拍手してるよ。今日も絶対見せずに、こちらポケモン絶対見せないでしょう、お届けしたいと思います。大丈夫？まずはですね、ごめんなさい、ちょっとフォルムチェンジさせていただいてよろしいですか？はい、ちょっとまだ 10% なんで。確かに。ちょっと無理でしょ。大丈夫？無理でしょ。アキラ 50% フォルム。50なんすか？靴下結構難しいよ。75。ここ刻みだな。アキラパーフェクトフォルム。これだ。ゲイじゃないっすよ。それではね、ネタご覧いただきたいと思います。まずはこちら。不思議と見ちゃうね。フラッシュ。フラッシュ。これでね、相手の命中率下げていきたいと思います。一瞬ですんでね。何？まさか。気をつけてください。ちょっと。電気消す。やっ、あっ、はい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 。神秘の守り。これは変化技からね、体を守るっていうポケモン技ですよ。もうある。これ大丈夫？え？
ダメダメ、見える見える。どういうこと？ちょっと見えてますよ。守れない。カモン。え？ドルルルルルします。ちょっと確認して、アバレル君。神秘神秘、透けてたのに。神秘のままってます。見えない。一枚一枚は透けてたのに。ね、そうです。一枚ずつだと透けちゃいます。神秘のままじゃない。神秘のままじゃないんだね。まだありますよ。フラワーガード。フラワーガードはこちら使わせていただきます。これがね、とっておきの最後の技となっております。そう、この泥、ドローンにガードがついてますんでね。危ないよ、でも。いや、やれんなってなったら。リスクが高い。それではいきます。不安定でしょ、だって。成功。リスクが。いや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 。リスクが。いいよ。危ない危ない危ない。操作しながら？え、マジで？無理だよ。ガード高い、ガード高いか？ああ、よしよしよし。自分が寄せてくる。はい、じゃあね、ここから。ホバーホバーホバー状態ゲームした、ここでコラボレーション技、フラワーガードですか。見えてない、見えてない、見えてないですね。見えてないみたいです。どうですか、僕のポケモンへの愛は。ダメだけど、2018年で一番笑った。ポケモンのいろんな技を、ね、研究してくれて、それを自分の、ね、ネタに生かしてくれるから、すごい愛は伝わったよね。ありがとうございます。入居させていただけますか。いや、まあ、それは向井さん。それは向井さん。決めていいですか。ポケ団地ですよ。あ、そうかそうか、僕決めていいですね。管理人代理ですから。ダメです、ダメです。すいません、すいません、いや、オッケー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 するから、やったやつしますんで。危ない危ない危ない、本当に。大丈夫な人ですよ。ダメな人呼ばないですよ。無理よ、結構呼びがちよ。結構来てますよね。来ましたよ。あら、女の子だ。はい、こちらがですね、ガールズバンドリアルの陽子です。ドラムの愛香です。ベースのふみはです。ということで、リアルっていうアニメポケットモンスターサン&ムーンの新しいオープニング主題歌を歌ってる人たち。そうなんですよ。あのリアルのリアルだ。リアル、すごい、本物だ。本物だった。遊びに来てくれたのは、アニメの新オープニングテーマ未来コネクションを歌っているバンド、リアル。みんなポケモンが大好きなんだって。今までのアニメのオープニング主題歌っていうのはちょっと少年目線のものが多かったんだけど、はい、今回違うなと思ったんだけど。そうなんです、今回はベベノムっていうポケモンにフォーカスして書かせてもらった歌詞で、少年目線っていうよりかはポケモン目線の曲を今回は書かせてもらいました。やっぱり。そうだ、せっかくリアルな3人が遊びに来てくれたんだし、未来コネクションを歌って盛り上げませんか。みんなで未来コネクション、やりたいやりたい、盛り上げようね。アニメサン&ムーンの新オープニングテーマ未来コネクションをみんなで歌っちゃおう。ウルトラ、ラメ、ハメ、ロチータ。
盛り上がるね。夢中になって踊っちゃいましたね。ねえ。本当だよ。攻撃力一段階下げてますから皆さん。笑わせるやついかずに。特性です僕の。ショコさんっていつも目から描きますよね。うん、なので、ね、こっち側の目から描くかも。右から？なぜか。まず丸顔マス描けます。大丈夫大丈夫。クロムで塗っちゃえば。ショコさん、リンカちゃん、何やってんすか？あ、今ね、ポケモンの絵描く練習してるの。はい。わ、いいじゃん。ショコさんにピカチュウの描き方教えてもらってます。うん、でもやっぱり。あれ、誰か来たぞ。誰だろう。ちょっとそれいびつでしょ。皆さん。あれ？ポケンチワー！ポケンチワー！ポケンチワー！お洋服はまさか、ね、はい、ポケモンセンターメガ東京の、ね、はい、なんとやってきたのはポケモンセンターの店長さんたち。今日は何やらお願いがあるみたい。ポケンチの皆様、うん、今年2018年ポケモンセンターは最初の店舗がオープンして20周年を迎えます。その記念として特別なイラストのポケモンのカードを作ろうと思います。おお、つきましては、うん、そのイラストをポケンチの管理人中川翔子さんにぜひお願いしたいと思っております。すぐま、すげー、僕じゃダメですか。すいません、今回は中川翔子さんですよね。そんな、私あくまでも趣味で好きでポケモンを勝手に個人的に描いて、初めて登場したから21年、日本だけじゃなく世界中のポケたちに愛されてきたポケカ、今や74もの国と地域で遊ばれているんだ。そんなポケカの新しい一枚をポケモンセンター20周年の記念に作るという。素朴な疑問なんですけど、カード作ってるのってその会社クリーチャーさんですよね。はい、は OK なんですか。はい、クリーチャーズ様から、OK をもらってきております。あ、もう進んでる、すでに。ショコさんのイラストにあふれてるポケモン愛に共感したんですよ皆さんが。はい、そうです。いや、これやるべきだ、やるべき、本当に。ショコさんやるべきだよ。でも本当に恐縮ではございますが、私めなんかでよろしければ、この全生命力を使い果たしてでもやらせていただきたいと思います。おお、ありがとうございます。市長さん、ぼっとしないで早く特訓しなきゃ。イラストの、そうだ、今ポケモン図鑑で全部ポケモンを書き写してみよう。外出てスケッチの特訓ですよ。そうだ、行こう行こう、行きましょう。頑張ろう頑張ろう、一生残るんだよ、歴史に残るんだよ。よっしゃ、ああ、何書こう何書こう。どんなポケカができるのか、乞うご期待。次回ポケモン交換スタート。ポケモン交換旅に巨大が参加。チラシを配ってポケモン交換すれば、手作りチラシでポケたちを集めろ。スーたらほう。